衝撃日曜のブライトンのスタメンいよいよ本格的にヤバいよ。今週日曜に行われるシェフィールド戦に、先日行われたアヤックス戦にて故障したルイス・ダンク、エスプピニャン、ミルナーは欠場すると、地元メディアの記者が報じた。ピニャン、ランプチェ、マーチ、ミルナーと左サイドバックが全滅した模様。ダンクとニャン怪我したってマジです？ニャンは復帰したばかりなのに辛いし、ダンク離脱するのはマジでヤバ。ピニャン復帰したのにまた怪我なの本当にきついてか、怪我人が多すぎる。怪我人多すぎてヤバいよな。ピニャン再負傷痛すぎるし、ダンクもなの？ブライトンおしまいだ。ダンクまで怪我したとか終わってる。ピニャンも復帰戦で怪我は壊滅的。せっかくファティが良い感じなのにフルメンバーでの試合が見たかったな。ダンクもダメなんだ。代表ウィーク休んでどうにかなる程度なら良いけど、ダンクが怪我って降格もある事態だよね。大事な一戦はわかるけど、シェフィールド戦は左ファティで行こう。ダンクとミルナーが無理になったみたいだし、人のやりくりきつそうなのはわかるけど、シェフィールド戦の後は代表ウィークだから、辞退するとかは置いといてしっかり休んでほしい。他の選手も、